健康の決定要因健康の社会的決定要因とは個人または集団の健康状態に違いをもたらす経済的社会的状況のことである健康の社会規定因子や健康の社会的決定因子とも20世紀後半以来人々の健康や病気が社会的、経済的、政治的、環境的な条件に影響を受けることが広く 認められるようになり、その研究が進んでいる。カナダ公衆衛生機関や世界保健機関といった、いくつかの保健機関は、健康の社会的決定要因が、集団や個人の快適な暮らしに大きな影響をもたらすことを表明しており、1980年代後半以降、集団の健康の改善や健康格差の緩和における、情報キャンペーンなどの限界が、 明らかになるにつれ、公衆衛生の研究において、医療社会学との連携が進み、ますます健康の社会的決定要因の調査に焦点が当てられるようになってきている。健康被害の経験は、不平等に分布している。これは、自然現象ではなく、不十分な社会政策、不公平な経済的再分配、そして政治的な問題である、と主張する筋もある。 健康の社会的決定要因を探る努力は、トマス・マキューンの考察した死亡率減少の4つの社会的要因、カナダ厚生大臣によるラロンドレポートにおける4つの医療領域、アメリカのヘルシーピープルで追認した4つの企業要因、イギリスのブラックレポートの指摘した社会改装、世界保健機関による健康づくりのためのオタワ検証における健康の前提条件、 健康の支援環境についてのスンツバル声明における支援環境の4つの側面と積み重ね上げられた。1997年健康づくりを21世紀へと、誘うジャカルタ宣言にて健康の決定要因の重要性が強調されると、1998年、マイケル・マーモットとリチャード・ウィルキンソンらによる知見の整理により、健康と社会とを結びつける。 現実的かつ政策的な概念として成熟した。健康の社会的決定要因が示唆するものは、個人や集団の健康は個人では管理できない状況に左右されているということである。これは以下のような偶話を介して解説されることがある。カナダ公衆衛生機関では、このような偶話から、 全ての人々の健康水準を決定している一連の要因や状況の存在に言及している。これは世界保健機関による健康の定義にも合致する理念である。以下カナダ公衆衛生機関により表明されている健康の決定要因の一覧である。所得と社会的地位社会支援ネットワーク教育と識字能力、つまりヘルスリテラシー雇用。 労働環境社会環境物理的環境個人の保険行動とストレスへの対応スキル健康的な小児の成長生物的素質と遺伝的素質医療性別分化世界保健機関欧州地域事務局は健康の社会的決定要因に関する意識の向上を目的として1998年よりソリッドファクツを公表している2003年には第2版が公表されている ソリッドファクツでは、社会的決定要因として、以下の要因を説明している。社会格差ストレス幼少期社会的、排除労働失業社会的、支援薬物依存食品交通ソリッドファクツの各章は、わかっていること、政策への示唆、参考文献からなり、健康づくりにおける政策の重要性を強調している。ソリッドファクツでは、 それぞれの社会的決定要因とその重要性について解説を加えながらも、これらは先進国における資料に基づいており、決定要因と社会の発達度との関係から、開発途上国においては、そのことを考慮すべきであるとしている。2004年、世界保健総会は食事と運動、健康についての世界戦略を採択し、健康的な食事と運動において、 国家の果たすべき役割と負うべき責任を確認、強調している。2005年の健康づくりのための万国検証では、国際化した世界における健康の決定要因を管理するために必要な活動と責務、制約が確認されている。2008年には、世界保健機関の健康の社会的決定要因委員会が、その最終報告書を発刊している。 米国でも連邦保健福祉省の疾病予防健康増進局ではヘルシーピープルガブ2020のトピックスの一つとして健康の社会的決定要因に注目して米国内の SDH に関するデータと2030年までの目標を明示して取り組みを強めている。ブレイブマン、P& ゴッドリーブ、L 2014ザソーシャルディターミネンツオブヘルスイッツタイムツーコンシダーザコゼスオブザコゼスパブリックヘルスリポーツ129ピアニッシモ19から31用語解説疫学時点健康の社会的決定要因例えばネトルントンザソシオロジーオブヘルスアンドウルネスポリティコミッションオンソーシャルディターミネンツオブヘルスクロージングザギャップインエージェネレーション ヘルスエクイティ、スルーアクション、オン・ザ・ソーシャル・ディターミネンツ・オブ・ヘルス、ワールド・ヘルス・オーガニゼーション、ISBN 978から92から、4から15万6370から3、トマス・マキューン。ザ・ロール・オブ・メディシン、オックスフォード、バジル・ブラックウェール、カナダの健康の新たなる展望アーカイブド2006年12月14日、アット・ウェブサイト、ヘルシー・ピープル全文。 ブラックレポート健康づくりのためのオタワ検証、PDF 形式健康の支援環境についての、スンツバル生命、PDF 形式健康づくりを21世紀へと、誘うジャカルタ宣言カナダ人の健康、不健康の原因は何か何が健康を決定しているのかウィルキンソン、R、マーモット、M、健康の社会的決定要因ソリッドファクツ食事と、運動。 健康についての世界戦略、全文、国際化した世界における健康づくりのための、万国検証健康の社会的、決定要因委員会最終報告書、ヘルシーピープル、ガブ2 0 2 0トピックスソーシャルディターミネンツオブヘルス。ありがとうございます。